なかなかいろんな敵がいて面白いですね。ゲッツ。だからここしかないな。ない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 。ああ、敵か。あ、壁も時間で復活するのか。75、70。あれ、ツボマーク。話す犬と話す。ワン。まあそうね。いや一応さ、あの鳥とかも普通に話してたからいけるのかと思って、いけなかった。どうしようかな。じゃあ一応ツボのところ行ってみる。ラジエあれ、あこれ、石の情報が見えないな。マークかな。あれ、あそこでも中入れないしな。こっか。あー、こっからか。あー、またか。この虫いつも水路に群がるんだ。誰か元の働き場所にやったら戻してやらなきゃいけない。まあなんとなくこう水路をいじってどうにかしてくれ的な雰囲気はわかる。そして敵が出てきた。回復の舞でだ、攻撃すれば変わんない。あー、そんな感じ。これをさ、違うって、
なるほどね、そういうこと。2つ目ゲット。というわけで、3つ目を探して、どっちじゃないんだ、そっちか。あれ、取れてきた。この上、この上ですか。また鳥の背中ジャンプ。方がわからんな。誰かに何か聞かないといけないのかな。どこだ。あー、ここだ。これらしい。なんか出てる。あ、保存。保存するとこか。ちゃったわ。じゃあどうしよう。あー、あった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 。ここだ。227。こっち行ってみようか。バッグバッグバッグ。上見といた方がいいかな。ここから渡れないか。ここだね。ほほ、落ちそう。およっ、おオッケー。え、そうか。なんか壺あるけど、ここなんかある。取ったやつかな。手がなんかある。なんもない、なんもない。行こうか。じゃあ行こう。これはさっき取ったつぼれ ね。あー、やっぱあれだ、本のとこだ。ここだ。ここどうすんだろう。いけないんだよね。投げる爆弾。多分違うと思うんだけど。そうよね。硬いもんね。あれなんだ。253って書いてあるやつ。あれちょっと目指してみる。この中か。さっき行ったとこかな。あー、間違った。行ったいし叩かれてるし、途中見えないやつに。ここでよかったっぽい。新たな敵。痛い。とりあえずザコをまず倒して、やったやりね。あら、こんな近距離で当たらない。くそ。
落ちれば飛んでるやつも消えるんだね。途中で止められた。そしてすげえいっぱい出てきた。一掃したる。これでね、これかな。うん、うまいこと位置がうまいこと位置が、あー当たんない。オッケー。いや。あれなんか自滅してる？あらら。抜けちゃったよ。ケイガフー、まずはこいつから倒したい。あ、それの一撃はまた溜まった。よく見たらピンクのなんか見えるね、どこにいるかが。おい、で落ちたところを飛んどくと。倒し方が分かればね、ちゃんと倒せるようにはなってる。いいんじゃないですか。このね、魔法がもうちょっとこうターゲッティングしやすく当たればいいんだけど、視点を動かすと動いちゃうからな。これだ。おいと。あー、これでさっきのところが開いたのかな。ケイガアロエない。この辺アロエないな。バカフシェアバカだ。あ、そうね、よっか、あ、さっきのね。で、マックス。あ、アロエ発見。開いてる。どういうことだ。あ、で敵出るな。まあいいか、大丈夫かな。ちょっと狭いけど。出た出た。こいつな。え、なんで。誤爆するんだよな、結構。ちゃんと枠に投げてくんない？ OK。 あ、強攻撃なら突破できるのね、爆薬じゃなくても。うひ、これね、
見えてないのかな、自分も仲間割れする。いた間違った、とどめのこれをやろうとしたら R1 と L1 を間違えるというね。わあ、いっぱい来た。そして突っ込んでくるやつね。なるほど。フッと渡れた。トロフィー獲得、戦士。ほう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 、ダン。うん、1個分回復か、契約ダンスは。で、やっぱこれも同じですね。パズル的に。じゃあ、ダンスしまう。なんか向きたい方向に動いてくれないのが悲しいな。これでいいんじゃない？なるほどね。砂漠の地で水路、水をこう井戸に流してくれたお礼に出ると、そこだ。まあ、パズル要素そんな難しくないですね。で、どう作ったそうか、方向音痴でこの目で行く方向とか分かるのか、すごいありがたいな。パッパパッパ開けるし、見やすいしね、分かりやすい。ただね、話の流れとか内容がよくわかんないんだよな。これ翻訳の問題かな。ボス出てくるかな。ちょっと待ってよ。回復集めてからでいい。念のためね。まあ大丈夫かな。行こう。おそらく何らかボスがいる。そうだね、ですよね。どう、消えてるやつがいる。あー、そっか。 OK。 あー、来た、飛んでくるやつね。みんな勢ぞろいね。あー、まく、オーノー、集まってるところにこれで突っ込む。どうなった、準備した、いったね、いいタイミング打てたね。うわー、すげえいっぱい来た、すげえいっぱい来た。どうしよう、これで今そこ
これを当てたい。ほっ、オッケー、当たった。問題はこの飛んでるやつ2体。いや、こいつらまだ倒してないのか。あー、なるほど。オッケー、よっしゃ、飛んでるやつみたいね。一匹ずつ、あー捕まる。追尾があるからな。これ空中で叩けんのかな。叩けなそう。投げないとダメかな。あ、いける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 。なんだ、普通に当たるじゃん。あー、でも近づきすぎるとまずいと。まあでも槍投げるより全然このが現実的。楽だし、まあ1体だったら。あー、しまった、しまったぞ。連ちゃん、アロエ回収しといてよかったな、来る前に。当たった。なんか見えないやつがいるな。ゲイ、またこいつらか。この組み合わせだな、大体。投げる。あー、外したか。引いた。引いた。やっぱ遠距離で行くか。あ、まずいぞ、まずいぞ。あかわし抜けた。すげえ、当たった。これね、なぜ自分のとこに当たる。いや、もううざったいからこいつが倒そう。あー、ダメだ、やばい、めっちゃ食らう。回復したら1個分持ってかれた。くっそ。いや、必殺技でいこう。あー、ずれた。あー、でもいったか、全部。回復はできたけど、バッカバッカ殴られた。くー、こいつ。コンビネーションが完璧だな。
ケー。で落として、ふう、そこ破壊か。この魔法がもうちょいこううまいこと当てられればいいんだけどな。なんか難しいんですよね。横向きで壁みたいに横向きになった時に投げるとなぜか手前で爆発するっていうね。死ね。うわー、ボス戦。これさ、ほら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 、走ってくるタイプ？走ってくるタイプ？ほっ、当たった。おお、ちょっと、うわ、どういうこと今の。え、何、影？いや関係ない。何で見切るの？勘？ほっ、よぐれた？よぐれたくさい。なるほどね。集めて、ここ、あー失敗。あー待ったか、あー君て回復だと思ったんだけど、このとどめの一撃は打ち当てたいので、こう。オッケー。あ、やばいな、回復意外ともう数ねえな。アロエある？枠内にアロエありますか？あるな。違う、アロエじゃない、やばい。あと3個で倒さないといけないと思うか。オッケーオッケー、了解。違う、その気ならこうだ。いった。あ、白いのなんか飛ばしてきてんな。どうした、飛ばしてきてんなあいつ。あー、そうだよね、他のやつもやってたんだからやるよね。ほっ。槍投げて、ああ捕まったのか。どこだ、落ちた落ちた落ちた。アイコンセントな、タイミングあるかな。
当たる。あ、今までのはやっぱ避けれたのか。アロエ、あーい、マジか、やべ。うわ、やべ。違う、こいつから。もったっ。バーバかよ。オッケー、とどめの一撃保った。ほっ。当たってるこれ。当たったね。振り向き早いな。あと1個しかない回復。ほっ、あー嘘、避けられない。連チャンですか。これ影とかなんか意味あんのかな。何かで、そういう風な避ける感じじゃない。連チャンですか。ここ。オッケー。これで避けられてはいるんだよね。あ、そうか。これで見えるとか避けるとかそういうことかな。心眼で。いったー。消せるんだ。なんか一匹だけ低いのかい。アロエが欲しいんだ、爆薬じゃなくて。ほっ、あ、すごい。あれ、ミスター。オッケー。パターンをね、読むまでが辛い。そして連戦だったからな。ちょっとさ、あ、
というわけで見事なんとかパターンをねちょっと覚えるまでが大変ですけど、パターンを覚えればちゃんと倒せるような感じになってますね。はい、では今回はこの辺で。